サンゲンゲルプは、ブータンの政治家。日本での表記は、サンガインゲルプ、サンガインレルプなどもある。1953年生まれ、原告王子組ケサルナムゲル、ワンチュクの叔父にあたる。インドの聖ステファノ大学を卒業後に、外務官僚となり、チークウェート大使やチュスイス大使等を歴任した。その後、国内に戻り、外務以外の官僚としても活動している。 1998年、国民議会における閣僚候補信任投票を経て、保健、教育大臣として閣僚評議会入りし、後に閣僚評議会議長に就任した。2003年の閣僚評議会改祖における信任投票でも信任され、農業大臣となり閣僚評議会議長も務めた。なお、一期目の二千一年十二月、二期目の二千七年四月に、 訪日している。2007年、ブータンで新たに組織された政党の一つである、国民民主党の党首となる。翌年3月24日の国民議会選挙で、ジグメティンレイ率いるブータン共和党と政権を争った。しかし、PDP は47議席中わずか2議席にとどまる、惨敗を喫し、党首のサンゲゲドゥプマでもが、自身の選挙区で落選した。このためサンゲゲドゥプは、 遠くびの座を PDP 当選者の一人であるツェリントブゲに譲った。ありがとうございます。